今日は埼玉高速鉄道埼玉スタジアム線浦和美園駅に来ました。ここ浦和美園駅から、埼玉高速鉄道に、今から乗ってみようということで、正直僕もね、ここも埼玉市で、僕も埼玉市民なんですけど、馴染みがなさすぎる路線ですね。なかなか使う人と使わない人が分かれるような路線ですけど、第三セクターの路線なので、埼玉市のお金もそうですけど、いろんな町のお金がふんだんに使われている路線になってます。やっぱりここは、埼玉スタジアム2002へのアクセス路線ということで、結構ね、ワールドカップの時とかは盛り上がったっぽいですけど、ただね、今では別にという感じではあります。ただ最近は沿線に住宅が増えてきて、利用者数はコロナの影響を除けば上がっているということでね、非常によろしいと。で、東京メトロとの直通運転、全列車でやってます。南北線、その先東急目黒線への直通運転をやっていますので、東京メトロの予想図がちゃんと出てます。東京方面メトロ1日券セット販売の SR 東京メトロパスっていうものもあります。また1日乗車券が580円、なんと1日乗り放題ってね、そう、1日乗車券の中乗り放題でも当然だと思うんですけど、で、こっから赤羽矢淵ですね、埼玉高速鉄道の終点赤羽矢淵はね、480円という値段になってます。480円、こちらは高額路線としておなじみです。運賃は順調に上がっていきまして、東川口から210円と初入210円で、東京都最初の駅赤羽矢淵終点までは480円、往復したらね960円ということで、高ーって感じですね。そう考えると1日乗車券激安だな、往復したらすごいすごい激安ですね。そうなると、このメトロパスも激安ですね。メトロパス24時間券が600円なので、単純に往復したら全然安いと。ここにね、お得度合いがいろいろ書いてありますけど、というわけで僕はこの SR 東京メトロパスを買おうと思います。めっちゃメトロパス推ししてますね。あ、値下げとかいろいろ書いてある。僕なきことで SR 東京メトロパスと1180円、お金を食べなさい。領収書が必要な方はボタンを押してください。おお、全部小銭で返しやがった。この埼玉高速鉄道お墨付きのね、切符を使って、今ではね、8両編成が入るようになったということで、ホームもね、長めに捉えています。そうですよね、もう南北線の6両編成だった時代はもう終わりですよね。終わりではないか、まだでも8両編成が、ね、1本出てますから。だからこれ、ちなみに地上なのは今この浦和美園駅だけで、踏切もないし、ほぼ全てトンネルということになります。じゃあ乗りますか。お待たせいたしました、まもなく発車いたします。
次の東川口は JR 武蔵野線との接続駅です。埼玉スタジアムで試合が行われる際、武蔵野線からの乗り換え客などでにぎわう駅になっています。この路線結構直線に作られていて線形がいいということで、速度を出すと地下鉄とは思えない爽快感を楽しむことができます。続いて戸塚安行です。この地域は鉄道がもともとなかったところなので、ずっとバスに頼り切っていたと、埼玉高速鉄道を大変重宝していると思います。ドアが閉まります、ご注意ください。ドアが閉まります、ご注意ください。続いて新井宿です。この新井宿、首都高速の川口パーキングエリアがありまして、そこにイーナパーク川口という公園的施設があります。次は鳩ヶ谷です。埼玉スタジアムで試合が行われる際は、浦和美園始発鳩ヶ谷行きなんてものが、朝ダッシュ時には白金高輪方面からの鳩ヶ谷行きなどがあり、折り返し設備が整った駅になっています。またこの鳩ヶ谷駅が埼玉高速鉄道の単独駅、東川口や赤羽岩淵を除く単独の駅としては一番乗降客数が多い駅になっています。先ほどの鳩ヶ谷より国道122号線の下を通っています。この122号線、非常にストレートに作られている路線になっていますので、この道路の下をひたすら走っていれば、この電車も結構速度を出せるということになっています。またこの上の122号線を走る鉄道と全く並行している国際工業バスがあったり、またこの南鳩ヶ谷など京浜東北線の駅接続があるバスもあります。もともとこの電車がなかった時は、上のバスをみんな利用して都心方面に通勤していたということになります。朝の時間帯は国道122号線、きっとめっちゃ混むんだと思います。次は川口元号です。
続いて川口元郷駅、こちらは京浜東北線川口駅に非常に近い場所に位置しています。なのでこの埼玉高速鉄道の川口元郷駅に近い人が川口駅から JR に乗った方が安く通勤できるということで、川口元郷駅利用者が伸び悩んでいるという状況があります。そして京浜東北線たびたび止まると入場規制がかかるほど川口駅はすごく混雑するという駅になっています。なので川口市は埼玉高速鉄道の積極的な利用をお願いしているところでありますが、やっぱり運賃の壁は越えられないということで、この初乗り運賃どうにかしてほしいところではあります。そうすれば京浜東北線の混雑がきっと減ると思います。そして列車は荒川の下をくぐりまして東京都へと入りました。これにて埼玉高速鉄道としての区間はおしまいです。埼玉県には東京メトロ有楽町線も和光市駅という埼玉県の駅がありますが、がっつり埼玉県を走る地下鉄はこの埼玉高速鉄道のみになっています。メトロの車両なんですけど、まあ、正直あんまり色の違いはわからないって感じですか。というわけで終着の赤羽岩淵に到着しました。この駅はね、埼玉スタジアム線と東京メトロで券売機が分かれているんですが、やっぱり埼玉高速鉄道高いですね。浦和美園は480円、メトロで480円あれば千葉県の西船橋も行けますもんね。うわ、すごいチカチカするな。西船橋も行けるしね。もう目黒だって行けますから。てかメトロの最高運賃よりも100円、200円も高い。260円高い。こう埼玉高速鉄道の皆さんも埼玉を走る地下鉄、埼玉高速鉄道、埼玉スタジアム線、ぜひ乗ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。飛び切り面白い路線ではないです。では僕は。メトロを徘徊してます。